はい、久保さん、こんにちは。いや、こんばんはですね。こんばんは。いや、おはようございますです。今回は、ちゃんと寝ました。ちゃんと寝ました。<laughs> おはようございます。ということで、122話ですね。122話。122話の前か、121話では久保さんの方が、この、ぴよちゃん、ぴよちゃん、ぴ <laughs> よちゃんというかね、あとは、 コールダックかコールダックのお話もしていただいたんじゃないかなと、まあ、想像以上にそのコールダックを買うのは大変だよっていうお話していただいたんですけど、まあ、その中でも買えた人は買えたからこそそのお酒の未来があったみたいなね、まあ、想像しない未来があったみたいなお話もしていただいたんじゃないかなとは思うんですけれどもそしてここですね えー、想定できる範囲のことは変化じゃないんだよとを言って、えー、いただいたかなと、まあ、自分が思い描く未来これぐらいはきっとできるだろうとを言うんであれば、まあ、それができましたと、うんまあ、それで終わりますよとでもそれだと変わったと言えないんじゃないのっていうところだからこそこれはもう一本の方ですね補足動画の方で 言われてたところなんですけど自分が難しいと思っていることをやりましょうと。でこれができた時っていうのは自分に自信ができますしまあ、できなければねできないで終わるだけなんでああできなかったねで,でここに挑戦していくっていうここですよねここに対して自分がアプローチしていくことに何か大事なところが眠ってるんじゃないなっていう。 ここが、ここやっぱりなんかのこう鍵に,になって、あら、黄色か。黄色じゃない。よいしょ。ここじゃなくて、これが何かの鍵、鍵に、鍵になってるんじゃないのっていうところを、を少し言っていただいたんじゃないかなと。鍵、鍵、ちょっと鍵が下手くそ。鍵 <laughs> なんか人間、人間みたいになっちゃったな。 に人間にしましまょうかははできるできるぜみたいなね分かんないけど <laughs> はい <laughs> 鍵が眠ってるんじゃないかなとは思っていてでちょっとこのいきなり始まったまあ自分の中ではこのいきなり始まったまあ気になる男というねシーズンのことについてまたうんするんですけど、まあ、自分の中でこれ結構いきなり始まったとこなんですよね久保さんがこれ作ってみましたよーっつってうん。 ちょっとね、はじめは、こう、面食らった感じがあったんで、まあ、とりあえず、こう、ぶつかっていけよ、つってね、こういうところからともかく、こう、始まって、まあ、行ったわけです、自分も。うん。ちょっとね、結構、そんな急に始まった感じだったんで、まあ、まあまあいいね、やっていくっていうところを、やっていったんですけど、まあ、今はこうやって、なんとか、こう、習慣になって続けれるようになったんですよね。 まあ今も、今ちょっと <laughs>、また遅い時間なんで <laughs>、これも早く送らなきゃと思ってるんですけど、ともかくその、続けれるっていうところの状態にはなってる。うん。だから今日はもう、できませんっていう状態じゃなくて、なんかとかこう、とか頑張れば続けれるっていう状態になったんで、ああ、よかったなっていうところで。で、それに加えてやっぱ新しいコーナーも、自分も始めて、まあこれは前回も言ったんですけど、で、これもその始めるきっかけっていうのも、まあ YouTube のコーナー、 やってみないかっていうところが久保さんをお声掛けしていただいて、あ、じゃあ、ちょっとやってみようかなと思って、でもどうやっていいか分かんないけれども、まあ、こう、YouTube に関して、なんかこう、ネタ的なところを発信してみませんかっていうところ、ところだけの問いかけいただいたんで、じゃあ、ちょっとなんかね、できることはしませんかって言って、こうやってみたら、こんな感じで、まあ、うまくコーナーが始まっていったっていうところなんですよね。これ、うまく走り始めたなと思っていて。 わかんないけどね、とりあえずわかんないけどやってみるっていうところをそして今までねうまくいかなくて挫折したことっていうところもこれに伴ってあってあこれやっぱりやってみたらできたっていうんであれば前、まあ、うまくいかなかったことを挫折したことがうまくいくんじゃないかなっていうところで挫折したけれどもっていうところで前その自分がね、えー、っとやろうとしていたところなんですよね。 うん、でもこれに対して新しいアイデアをいただいて新しいアイデアというか新しいアイデアともう一つ大事だったのはえっとその自分の中でやる必要性このやる必要性っていうのがやっぱり固めきれてないと切れなかったんでやっぱできなかったっていうのがすごい大きくてでこれも久保さんに相談した時にそのいやいやそれはやる意味があるよと。 やる意味がある,とやる意味がないいと思っている自分が自分に問題があるんだっていうねいうところに気づかせてもらったなと思ってう固めきれてなかったですね自分がこうこれ本当にやっても意味あるのかなっていうずっと疑心暗鬼でやってるとやっぱそれは続かないなっていう、うん、ところがあったんであそうじゃないとこれは本当に必要なことなんだと自分にとってやっぱやってみようと思ったけれどもやってみようと思っていて これもだってトライトライしようと思ってやっぱり、えー、思ったんでこのトライトライに関してやっぱそのちょっと弱かったんですよ思いが、うん、こ,のこのハートハートすかこのハートハートの部分がちょっと欠けてたんですよねうんでここが弱かったんでやっぱ続かなかった、うん、トライトライトライは気持ちでうまくいったんですけどその後やっぱ挫折した理由っていうのはやっぱその結局 これやってどうなるのかなっていうところがすごく聞き自分の中で疑心暗鬼だったところがあったのがいやいやねこれはやる意味があるんだと。ということでこうやってね再出発をして今また走り出したところなんですけども本当にその何でしょうここのやる必要性っていうのがしっかり固めると人間できるんだなっていうところが分かって今もすごくしっかりねこう。 しっかりやろうっていう気持ちがすごく固まって、ま一、あ、回それもやっぱうまくいかなかったっていうところが続けれなかったっていうところがやっぱりあったんで、まあ今これ挫折したっていうのは単純につ続けれなかったんですね続。続、続くができなかったんですよ、続くが。続くができなかったんだけど、うん、それがね。 あやっぱりこれは意味があるんだと思ってねそし新しいアイディアと自分の中の考え方っていうのをもう一回固め直して、まあ、やっていくっていうところがあってでそこでやっぱ考えたのがもう一個自分が挫折したことっていうのがあって、まあ、それがこれなんですよね、まあ、ライブ放送10時にライブっていうのを自分やってたんですけどまあ、まあ、やれたはやれたんですよやれたはやれたんですけど 時間帯がちょっと自分的にかなり無理をしていたんですよね。うーん、うん、で、やっぱりライブやるってことは自分の中でこう緩んだ生活に、まあ、張りが出る。まあ、一日ね、一回なんで、ある時点がこう、なんていうんですか、こう一日24時間あって、朝とか、昼とか、夜とか時間がこう流れていくと思うんですけど、夕、夜っつって。ずっと流れていくとこで、 もうここに向かってやるんだっていうところがあるんで、かなり、あああ,あほじ、ほじ、ああ。